てか僕の想像したことは全て現実になる。ヤチルの霊圧が随分ぐらついてやがるから、ガキが一匹騒いでやがるだけじゃねえか。ケンちゃん、これがザラキケンパチか。強そうだ。僕は空想を現実にするザ・ビジョナリーのグレミー。君は僕と戦えてラッキーだったと思うよ。そうかよ。僕は空想を現実にできる。僕の体が鋼鉄を遥かに超える強度だったら。鋼鉄グレーの硬さならそう言っとけよ。てめえごときの想像力で俺に切れねえものなんざ作れねえ。ケンパチだからだ。いいんじゃない、君が来たから戦いに勝てると思う。傷をてめえで治せるのか。そうかも。かかっておいでよザラキケンパチ。指一本で相手するなんてチャチなことは言わないよ。むちゃくちゃだな。理屈の通じねえのは嫌いじゃねえぜ。いちいち回りくねえ野郎だ。戦いを始めようぜ。今なんて言ったんだこいつは。だって分かりきってるから、僕が一番強いことなんて。僕はこんなにこいつを叩き潰したいと思ってるんだ。不思議だよ、なんで僕はこんなに気分がいいんだ。遅れたな。なんでこいつの剣を止められない。僕は本当にこいつに負けるのか。自分が負けるところでも想像したか。ありがとう。お礼に僕の一番の力を君に見せるよ。想像する力は単純に倍だ。隕石だと。そいつはまだ切ったことがねえや。嬉しいな、野ざらし。もし君が今すぐに僕を殺せたとしよう。なすすべがないって、こういうことさ、ザラキケンパチ。野ざらし。化け物め。俺に切れねえものはねえ。切れないものがないな、形のないもので宇宙空間に包まれて死ね。大組織が崩壊し緩慢な死を迎える。忘れてるぜ。本当に化け物かよ。お前より強くなればいいんだ。お前を叩き潰して僕の力を証明するんだ。おめえはおめえの中でその化け物に殺されたんだ。僕の想像力に殺されたのか。勝ちたかったな。なんだこりゃ。そろそろ僕の想像力も限界だ。この先の何も想像できない世界を想像するとさ。